大量の煙が立ち上り、住宅街を覆い尽くしています。午前9時半ごろ、札幌市北区新琴二5条11丁目にある2階建ての不動産会社の作業場から煙が出ているのを近くの住人が見つけ、消防に通報しました。火は4時間半後に消し止められましたが、この火事で作業場はほぼ全焼しました。また付近にある住宅2軒にも火が燃え移り、壁が焼けるなどの被害が出ました。けが人はいませんでした。警察と消防が火の出た原因を調べています。